にちは、よしみです。チャンネルをご覧いただきありがとうございます。もし初めてご覧になる方がいらっしゃったら、コメントトップかチャンネルの概要欄を一度ご覧になってみてください。そして気に入っていただけたらチャンネル登録をして一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。前回はホワイトアルバム対ミスタージョルのコンビのね、壮絶なバトルが繰り広げられたわけなんですけれども、かなりスタンドバトルも複雑なね内容になってきましたし、エンターテイメント性が非常に高いものになってきましたが、いよいよですね、ヒットマンチームのリゾット、そしてボスまでも動き始めた気配がありましたので、だんだんねブチャラティチームもボスに近づいている感じがあるかと思いますが、本日は第20話を見ていこうと思います。エピソード20、ボスからの最終指令。ベネチア、すごいディスクぐるる回してた。まだカメは使ってるんですね。便利ですもんね。このディスクの情報は列車に乗った時点で入力したものである。ほほう、したがって無が何人失ったか、現時点で私には知りません。よかった、こっちのチームは誰も失ってませんよ。このディスクの情報はなお、これから述べる。これが最後の指令。君たちが取ることは決して許されないという。もし誰かが指令と違った行動。ブチャラティの頭上から見たら結構面白いですね。サンジョルジョマジョーレ島。一人のみ。携帯電話など持っちゃダメなの。司令さん、15分以内に上陸しなくてはならない。なお、には発信機がついており、移動して15分以内。以上だ。かなり縛りがいろいろありますね。到着しました。細かい指示といい、ものすごく用心深い。俺たちの任務もここで終わりだな。全員無事だったし、よかったってところか。全員無事でよかった。ナランチャずっとスタンド出してる。あ、プチャラティ、おこ。ナランチャ、レーダーを見張っていろ。彼女の護衛なら僕が志願します。お、ジョルの志願した。大鐘楼の上まで。何何言ってんだよてめえ。お、やっぱりアバキョ反対。そうだと思われますよね。まあブチャラティが行くと思いますよね。なんでジョルノそう言ったのかな。ボスの正体を知るチャンスだ。必ず突き止める。そうだジョルノ。そういうアイコンタクトね。そのお守りをくれないか。お、仕込んでいくの？お守りなんだろう。お守り。そうでした。結構このブローチいろいろ活用できますね。フーゴどうした？改まってどうした？ヒット幹部になるって思ってましたし、今回の任務も無事遂行する。なんか猫ちゃんいるね、あそこに。当然だな。ここからさらに組織の上を目指しましょう。ああ、そうだな。もう居場所がわかる。なんかいよいよ危機迫ってきましたね。正体を突き止めるだけだ。物々しい空間。なんか風のような音も聞こえますね。なんだこの音。あ、猫いっぱいいる。めっちゃいっぱいいる。トリッシュも気が進まなそうですよね。エレベーターのドアが開いている。私、うん、私、これはやっぱり怯えてる。あんたたちのようなギャングにいきなり拉致されていくことになるの。まあ、ブチャラティも困るけど、どうしようもないね。顔整形。どっちみち怖いよね。そういう力を持った人。別に不安とかそんなんじゃないわよ。
トリシのスタンドも謎でしたしね。うん、不安よね。父親のこと好きになれるのかしら。そんなことを心配する親子はいない。プチャラティ、そんなこと心配するなんておかしいわよね。登場だ。あ、いないよ。トリッシュ、そんな、ここは俺とトリッシュ以外誰もいないはず。そんな、まさか、no. まさかボスは自分の正体を完全に消し去ると、確実に自らの手で始末。なんだと、そんなことを心配する親子もいたよね。だとしたら、父親は人付き合いは下手だ。プチャラティ、過去家族を守ろうとした男だった。わ、目がそっくりよ。あ、プチャラティ、あ、子供の時からおかっぱ。プチャラティは母との会話がとても好きだった。寝る前に母に読んでもらう本は、お母さんにも似てるね。プチャラティもなんかかっこいい服着てるね。私はこの村を出ていくわ。4年目にして離婚した。離婚、原因が何なのか、それは両親の間でしかわからない。一つの選択をさせることになった。これからは別々に暮らすの。あなたは父さんと母さんどちらと暮らしたい？もうそれはやめてほしいです。頭がいいし、こういう選択を迫るのはやめて。年の近い子もここよりいっぱい、ね、母さんと暮らしたいわよね。僕は父さんと一緒に暮らすよ。選んだ。なんですって、父さんの方が好きでしょ。どっちの方がとかやめて。ここに残る。そんな。母さんは強い。母さんは強いからとか、そういう選択の理由ですか。月に1回は。プチャラティ。っていうか子供って結構冷静よね。こういう時。プチャラティが本能で感じ取った通り。2年後にはミラノの男性と再婚、クリスマスの時だけとなってしまう。網の張り替えは僕がやっておくよ。めちゃくちゃ賢そうな少年。隙間の時間を使って観光客や釣り客を船に乗せるようになった。いろんな仕事を始めたんだね、お父さん。の車輪は、俺たちはその島で釣りがしたい。うわ、なんかゴロつきが明らかなゴロつきですね。打ち抜かれたブチャラティの父親が沿岸警備の船に救助される。現場にこれが落ちていた。麻薬の取引を、麻薬の取引か。口封じで撃たれたようだ。そんなもののために、父さんは、そんなもののためにだよね。父親は一命を取り留める。あ、助かったんだ。即死してくれていた方が幸運だったのかもしれない。自分の意思でない、抜き差しならない状況というのも存在する。よーし、うわー、また来たんだ。こんな夜な、あー、誰だってもいい。うわー、やっとプチャラティ、強い意志で戦ったんですね。僕が守るよ、父さん。ブローのプチャラティは12歳にして殺人を犯し、人の超えてはならない領域に踏み込んだ。この親子を守って、なんて過酷な状況になっちゃったんだ。組織だけだった。の忠誠と奉仕を引き換えに安全を保障されたのだ。それ以外もう生き延びる術ないもんね。あ、亡くなった。お父さん、白い粉を憎み、許さないと心に誓う。お前もギャングなら、おい、これなんだと信じた組織のボスが自ら手を染めていることを知る。あ、それはここで知るんだね。
麻薬のことは途中で知ったんだね。ギャングの世界で。吐き気を催す邪悪とは自分の利益だけのために利用することだ。許され、俺の心を裏切った。うわぁ、ジャラティ、怒ってしまった。お、戦うの、ここでボスと。いやー、予定変わってしまったね。おお、ジッパーいろいろ使いすぎるね。二人とものスタンド分かんないからね。なるほど。教会の地下には必ずある納骨堂への階段か。そこで安心して取り締める。今回は教会の中で戦うのですね。待ち伏せてる。これがボス、それとも。そのまま帰った方がいい。ブローのブジャラティ。バレてる。ボス、なんかワインレッドのスーツ着てるね。なんか、うわ、攻撃すんの。うわー、やばい。ボスとここでやり合うことになっちゃった。バレていたのか。あ、つなげた、つなげた。聞いておきたい。私は今回のお前の仕事ぶりに尊敬の念を抱いていたのに。まだ反逆はバレてないからね。実力を過大に評価し、父が目を覚ましたら父親など最初からいなかったと伝えておこう。トリッシュ、お前には何の関係もんな。俺の心は永遠に分かるまい。お、体の中に電話を仕込んでたのに。降りたところ約2メートルの柱のそばに今定ならぬことが。おお、待て待てって待てて。うわ、ただならぬ自分。え、これは、何このスタンド。期待に。未来、やっぱ時間系のトリックなの。キングクリームゾン。誰だろうと、私の永遠の絶頂を脅かす者を消え去ってもらう。おお、ブジャラティ、これにて終了だな。ああ、恐ろしい。ボスとのいきなりの戦いが始まってしまいましたね。キングクリムゾン、もう見るからになんか恐ろしいスタンドの姿でしたけれども、今回はブチャラティの幼少期、ブチャラティの過去について描かれておりました。どうしてブチャラティが組織に入ることになったのか、そして組織の中での麻薬の取引とかに気づいて、まあ、自分の意思に反するということで組織を憎むようになったという気持ち。もうなんかブチャラティはね、少年の時から本当にブチャラティのままで、髪型からもう白いスーツからもしっかりした目つきから何から何まで、最初からブチャラティはブチャラティだったんだなっていう感じがいたしましたけど、ブチャラティのね、こう弱き者を自分が守るっていう、そういう姿勢というか、そういう兄貴っぽさっていうかね、そういったところはもう持って生まれたものだったのかなという感じもいたします。突然のね、ボスとの1対1の戦いにもつれ込んでしまったわけですけれども、まあ、ジョルノからもらったブローチ、そしてジョルノとつながった携帯電話ということで、ジョルノも何らかの形で参戦してくれることを願っておりますけれども、いきなりブチャラティね、かなりダメージを負ってしまったので、どうなるんでしょうか。無事であってほしいです。それでは次のリアクション動画でお会いいたしましょう。ではー。